1一つはあのこちらから提案をするっていうことであの授業の中であの病院にふさわしいコンテンツは何かっていうことをあの考えてで学生がグループを作って制作をしましたでもう一つはあの病院様の方からのご依頼で作るというのがありましてあの例えば BNCT って呼ばれるあの陽子線や中子 中性視線のがんの,の治療について広く一般にしてほしいということで映像を作ったりあとは治験ということであの新しい薬の,あの提案の試みを筑波大学附属名を行っていてその治験について分かりやすくあの紹介するアニメーション映像を作りました。あの芸術表現ははいいいろいろあると思ううんですけどこういったメディア,アートは比較的 あの一般の方でもあのわかりやすいこうエンターテインメント性の高い芸術のあの手段だと思いますなのであのアニメーションあの実写でまあ,あの撮るよりも例えばアニメーションが出てきた方があのわかりやすい子どもにも分かりやすいっていうことがありますしあの私の専門があのメディアアートっていうような分野。 なのでそれをどう,こう社会に還元するかって考えた時にあの病院の中であの提案するというのは1つかなという,ふうに思ってますやはりあの適材適所でその場所に似合ったあのあの芸術の提案というのがあると思うんですね。 であのその提案のこともインスタレーションっていうふうに芸術の分野では言うんですけれどもあのそのインスタレーションということも私はずっと研究をしていてその場所でしか成立しない作品っていうのが多分あると思います。あの作家でいうとあの 山の,山の中に作品を置いたり海の上に置いたりっていうようなランドアートって呼ばれるようなあのそのの場所でしか成りり立たない作品っていうのがありますで。私も病院というところはあのそういうインスタレーションの要素があるのかなというふうに思っていてあのその場所でしか成立しない作品っていうのがあると思います。